ノルウェーの観光では、ノルウェーの観光について取り扱う。多くの観光客をノルウェーに引きつけるものはフィヨルドを主とした海岸線と山々、国土の大部分に広がる手つかずの自然、都市部や小規模のコミューネである。ノルウェーの観光の魅力は、北極圏にまたがる様々な風景である。フィヨルドを主とした海岸線と 山々、スキーリゾート、湖や森林が有名である。ノルウェーにある鉄数の自然は、ハイカーやスキーヤーを引きつけている。ノルウェー北部や西部に広がるフィヨルドや山々、滝に、毎年、数百万の外国人観光客が訪れる。観光客がよく訪れる都市は、オスロ、ベルゲン、スタバンゲル、トロンハイム、トロムソである。 オスロ近郊にあるホールマンクオランスキージャンプといった風変わりなものやベルゲンのブリッケン、オスロのビーゲラン彫刻公園といった文化的建造物を観光客は訪れる。ノルウェーは人口が希薄であること、厳しい自然、相対的に他のヨーロッパと地理的に離れている結果、ノルウェー独自の文化が生まれた。ノルウェーの観光と他のヨーロッパ諸国の観光の違いは、 宮殿や城塞といった建造物は少なく、農地は強小で、旅行の移動距離は長いといった点がある。民族学的見地をもとに、地域的に異なる建造物や工作物、芸術品が様々な博物館で展示されており、オスロのビッグデーにある、ノルウェー歴史博物館が最大である。空の玄関、オスロ空港冬の沿岸を航行する MS。 ポーラーリーズ詳細は、ノルウェーの交通を参照ノルウェーの行動は、9万キロメートル以上になり、約6万7千キロメートルが舗装されている。行動には、水路の対岸同士を結ぶフェリーや、たくさんの橋や、トンネル、いくつかの山間部を通る道路が含まれている。山間部を通る道路の一部は、冬季の間、嵐により閉鎖される。デンマークスウェーデン間のオーレスンリンク。 デンマークのグレートベルトリンクを介して、ノルウェーはヨーロッパ大陸と高速道路でつながっている。4 1 1 4トルの鉄道網は、ノルウェー北部のヌールラン県の主要都市であるボードーまでつながっている。ノルウェーの鉄道網は、スウェーデンの鉄道網とつながっている。オスロ空港はノルウェーで最も重要な空港であり、2007年には約1900万人が利用した。 多くの都市の郊外に空港があり、ノルウェーには定期便のある空港が50にある。また、主要な空港のいくつかは国際線を持っている。クルーズフェリー港のハーティーグルートンは、ベルゲンとノルウェー最北に位置するフィンマルク県のキーコネスを結ぶ。下記の間、沿岸の都市には多くの外国クルーズ船が訪れ、ベルゲンはクルーズの主要港となる。 トラベルツーリズムコントティベニスレポートによると2007年のノルウェーの国際観光ランキングは17位2009年は19位だったノルウェー国有企業のイノベーションノルウェーは観光客が多く訪れたノルウェー国内の観光地をアニュアルレポートでまとめている2007年には文化50、自然20のランク付けを発表した下の表はそれぞれ上位10位である ありがとうございます。